さあ出先でございます今日からしばらくは、えー、そういった感じですマザールリアさんどうもです、えー、スラカル様のコメントへ何度か返信込みをしていますが私も AI に嫌われてしまっているのか えー、ダメで、えー、これれも消されるかなサイトをこうしてみます4月8日は、えー、出発の日なんですね。えー、先日、夫が、えー、仙台から、えー、東京へ移動をしたときに、えー、蒲田のホテルへ行く前に、東京駅で昔の新幹線を見たそうです。えー、掲示板案内,案内板に、やまびこ2034東京住0がやや、え、ま、ー、びこ2225軍郡山。 ね、郡山重石と書いてありました。白と窓の辺りが緑色の丸系統と言われて、もうハテナですけど、写真を見せられて懐かしかったです。うん。シ、え、ョートではなく、一度、居酒屋新幹線をしてみたいらしいです。居酒屋新幹線。自分は長距離は車椅子なんで、えー、利用する際は、えー、駅員さんに事情を説明して乗るときに、駅員さんがホームと列車の間に、 2つ折りたたみ、スロープをささ,さ,あささっとセットをしてくれます。なるほど。えっと、えマサドリアさんは車エ子スなんですね。なるほど。うん。えっ、ーと,と,ねえー、と、降りるときも、例えば、大宮区で、えー、降りたいと話すと、大宮駅の方に連絡をしてくれていて、着くと大宮の駅員さんが待ってくれているので、とてもありがたいです。うん。はい、ということですね。とても優しいですね。 バリアフリーは、やっぱり、日本の方が圧倒的にいいなって感じますね。あの、欧州の電車は、バリアフリー、電車がまず、車椅子と乗れるのかないや、車椅子では乗れませんね。うーん。なので、ね、あの、うーん。でも、居酒屋新幹線、居酒屋新幹線ね、なんてあるんですね。うん。うん。 というわけですまあ、バリアフリーね、そうですねちょっとそういった話なんかも今,今後ね、ちょっとしていこうかなと思うんですけども、えー、195t さん、こんばんは。えー、高天元ではなく、高、えー、高間があ、あ、はいはい、あこれですね、高、高間が原です。全然違いますね。 高原ってですね、高千穂は新聖な地で、龍神様を祀っている神社などもあるので、白様にはぴったりな場所です。うん、到底無理なお話ですが、王力あ芽さんよりも、白様の方が良かったわ、皆さんおっしゃいますね。えー、高万原柄は神々が生まれ、住,う住まう、えー、場所の名前で。 712年、日本最初の歴史書として作られた古事記に記されています。高千穂は、天、ちょっと待ってください、天、天孫降臨の、ちょっとされてるんで、えー、ちょっと待ってくださいね、えっ、ー、と、高間原、うん、高間原ですね、高間ヶ原はここに、はい、そして、えっ、ー、と、待ってください、途中でちょっと待ってんすよ、712年の、えー、日本最初の歴史書として作られた古事記に記されています。 えー、高千穂は天孫子交流の人とされているんで、なんか違いさなすね。天孫子って読まないと思いますよね。まあ、いいか。うん。で、えっと、高間ヶ原。高間原はここにあったといわれていますが、他にも奈良にあった説、宮崎にあった説、茨城にあった説、えー、九州北部にあった説、朝鮮半島にあった説、イスラエルにあった説など、数多くの説があります。うん、けけ結構、いろんな説があるんですね。うん。はい。ということなんで、 一体どこにあるのかっていう感じですね。うん。はい。レモンみかんさん、どうもです。これ、やらかしてますね。え、かぶくん、高天元ではなく、え、高間ヶ原って、高間ヶ原って、僕知らなかったですよ。うん。あの、この高間ヶ原って聞いても、ちょっと全然パッとしないですね。え、宮崎県高千穂峡に、神が降臨されたとされています。え、ガースーはガーシーではないです。 あ、ほんとにやばいっすね。やらかし2ですね、これね。ガースってガースじゃないっすね。え、誰なんだろうガースって。うん。あ、ガー,ースが菅さんなんですね。なるほど。 ちょっとやらかしまくってなってる、ね。えー、草岳24さん、こんばんは。えー、スマホの機種編とついでに、携帯会社まで変えちゃって,て,んわて、てんやわんやです。うん。えー、誰かそばで手取り、足取り教えてほしい。えー、かぶくんのチャンネルにはすぐコメントできる方。た。あ、ありがとうございます。うん。ね、あの、てんやわんや、ね、け携帯の機種、な何に変えましたかね。うん。あの、僕の携帯、これ実はサムソンなんですよね。うん。これは、スマホは200ユーロぐらいに変えましたよ。うん。 ねえまあ200ユって日本円でまあ3万232万後半から3万ぐらいですねうんあのー、まあちょっとね落しることがあるんでねあれですけどね iPhone ね iPhone 高いんですよねちょっとねうんはいの何の機種ですかね次ね何に変えようかなあ結構やっぱ大きな iPad みたいなやつ、うん、ちょっと結構やっぱ YouTube やるので,でも本当、この2、3万のスマホで、本当に3、4年ぐらいはずっとやってるんで、うん、どうしようかなって感じます,感じますね。えー、そらかやさん、どうもです。こんばんは。えー、練習お疲れ様でした。夕日が綺麗に見えるタイミングで会心の演技が出てましたね。うん。私の感覚になりますが、えー、森山直太郎さんの虹のパーソナルベスト更新ではないでしょうか。その可能性はね、大きいんじゃないかなって思うんですよ。うん。個人的にはかなり 気持ち乗れてやりましたんで、まあ、今回のこの虹に関してはすごく良かったなって思います。振り付てもあの当初のものに戻しまして、えー、そうですね。うんえー、本番ではないものの、今回この演技に関しては点数化する価値がとてもあると思うので、えー、時間があるときにぜひ採点をしてみてください。えー、繰り返し視聴をしたくなるカバさんの虹の演技がいくつかありますが、えー、今回の演技もえその一つが入りあ本当ですか、えー、に入ります。 わがままになりますが、ぜひ、いつか、えー、フルで曲のあ、曲を使用する形で、5分のファイナルプログラム版の虹の演技を見たいなと思う、今日この子です。あ、虹って、フルであったら5分なんですね。うーん。まあ、ちょっと考えてみたいと思いますね。うん。虹ね、この曲やっぱり何度聴いてもとてもいい曲ですよね。うん。はい。うん。まあ、いずれね、ちょっと考えてみたいと思います。うん。 昨日の日大の本当ねその、心がすごく、ね、乗れてたので、とても良かったなと思うんですよね、うんえ。おはりこさん、よろしくお願いします。そうそうガースとガーシーそうそうは別人ですで。一時期、前総理の菅さんをガースって呼ばれていたのですが、 えベルギー在住のカブさんにはピンとこないですね。あなるほど。だから菅さんのことがすがスなんですね。え、ニックネームは違いますが、キャラが全く違うから、間違えてコメントを読まれている最中、違う違うと脳内ツッコミしてました。いやー、なるほどですね。菅さんかすか、そっか。うーん。なるほど。あれ今の総理大臣誰、菅さんですよね。あ、違う。岸田さんだ。違い間違えましたね。 岸田さんですね。うん。さ岸田さんと菅さんと、あれ、カさんって言ったっけ、あ、じゃあ、さん全然前ですね。ちょっと、あの、かなりミックスしてます、頭の中。うん。ちょっと分かってきた気がします。<laughs> えー、か川さんは天気観測お疲れ様でした。えー、コロコロ変わりやすい天気ですが、 比較的長めに晴れているのはいいことですね。うん。ただこれだけコロコロ変わりやすい天気ですと、また虹が見られる可能性はありますね。うん。あ、そうですね。虹は全然ね、あのー、見れますよ。うん。なんで、まあ、そうですね。うん。まあ11日あたりかなり雨が降るんじゃないかと言われてるんで、どうなるんですかね。うん。そうなんですね。株さん A、ガーシーとガースは別人です。A ガーシーは 東谷義和氏なん。東谷義和氏。ガースは菅義偉前総理大臣のことです。え、あ、知らなかったですね。え、待って、東谷義和氏って知らなかったです、僕。うん。この人知らなかったですね。なるほど。菅さんはもちろん知ってますよ。うん、菅義偉さんね。うん。ただ、ガーシーのこの東谷義和さんは、ごめんなさい。今、初めて知りました。うん。なるほど。 えってことは、さっきの、え、ちょっと違いますね。うん。はい、という感じで。うん そして、えー、と今日の宮城県、福島県に関しては、お昼頃から晴れましたか。風がやや強めで、肌寒い日でした。えー、明日は、えー、さらに風が強くなるとことですね。うん。あの飛ばせんこみますからね。そんな中、私は今日少し前に、株君テレビでも話題になった、えー車内のえー、車内にストーブが設置されている、えー、JR 東日本のジョ,イフジョイフルトレイン、風っこを使用した、えー、臨時列車に乗り、 に日帰りで出かけてきました、うんえー、臨時快速カセッコ花巡り号という列車に、えー、郡山から仙台で、えー、全区間、あのー、乗車し,してきましたと、うん、春なんでストーブは稼働していませんがレトロ調な、えー、っと車内での、えー、列車旅を堪能してきました。 うん、春の見頃は過ぎてしまいましたが、朝会ですね、桜の見頃、うん。先週引き続き、えー、桜の風景を楽しみました。い一目千本桜で有名な、えー、東北本線大河原から船岡も通りました。うんえー、車内開設時に、えー、乗客全員に乗車記念のポスターカード、えー、乗車証明書の配布もありました。かせっこ花巡り号は明日と15、16日にも運行されます。うん 素敵な感じがしますね。全社指定席で乗車券の他に、えー、指定席券530円が必要です、えー。指定席券は全国緑の窓口指定席券売機インターネット予約サービスエキネットで発売しています。うん、はい。ということですよ。いいですね。ね、こういう旅、うん、好きですよ。 まあ日本にいた時もうちょっとねやってればよかったなって思います、うん。あ、そんなことも結構やってましたかね。うん。やったのかなって。でもそういうこう、なんか風情のあるですと、うん。あんまり乗ってなかったなっていう感じはしますね。なので、うん。はい。ね、ちょっといいなって思います、やっぱね。うん。まあ、駅弁を食べながらっていうのもいいんじゃないですかね、またね。うん。